大島洋平は愛知県名古屋市緑区出身のプロ野球選手。左投げ左打、中日ドラゴンズ所属。2014年シーズンに福留孝介が保持する球団シーズン最多安打の大記録に並んだ。小学4年から名古屋平バリ、HBC 少年野球クラブで軟式野球をはじめ、中学時代は公式の少年野球ボーイズリーグ東海チャレンジャーで、 投資権外野手として活躍した。愛知、京栄高等学校では投資権外野手、3年の夏は1番、投手で出場した。駒沢大学では外野手に専念。大学野球の中でもハイレベルと言われるトートリーグで2006年秋から3期連続で打率3割を超え、2007年秋には打率、395で首位打者を獲得した。 リーグ通算83試合出場、255打数74アンダ打率、291本塁打、20打点、ベストナイン二度受賞。大学卒業後は、日本生命に入社し、社会人野球の道へ。入社1年目から1番打者に定着し、2008年11月に開催された日本選手権大会でも打率、563で首位打者となっており、 この年の社会人ベストナインを受賞。2009年のドラフト会議で中日ドラゴンズから5位指名を受け入団。夫人とは、日生時代の2009年3月に結婚、6月に長男が誕生していたので、入団会見には、妻子も同席。他の入団選手たちが一軍昇格を目標にする中、小さい頃から憧れていた球団に入団できて、嬉しい。 開幕一軍で出場できるように頑張りたい。できるだけ早くレギュラーを取りたい。将来は、辰奈さんのように40歳まで野球を続けたいとより、具体的な目標を示した。家族がいる身で安定した、社会人生活を捨てて厳しい競争をするプロの、世界に飛び込むことについては、相当悩んだという。しかし、最終的には妻に後押しされ、同じ世界で勝負したいと、 プロ入りを決意した。中日の新人選手は独身寮の小流館で入団会見の翌年に1月から生活を始めることになるが、大島は結婚をしていて、すでに子供もいるために入寮は免除された。2010年、外野のレギュラー争いが熾烈な中、当時の監督、落合博光から守備力なら大島と評価され、新人ながら一番。 中堅守の開幕スタメンを任される。3月27日の対広島東洋カープ戦で、プロ初安打を放つ。しかし、打撃の調子が上がらず、4月12日に2軍落ちする。4月25日に1軍昇格。復帰後しばらくの間は主に6番や7番を打っていたが、5月下旬頃から2番を任されるようになった。六月十九日の対読売ジャイアンツ戦で死球を、 受け途中交代、翌日に登録抹消されたが、7月6日の対、横浜ベイスターズ戦で1軍に昇格して2番、中堅守で、スタメン出場した。最終的に104試合に出場して打率、258、0本類打、17打点を挙げたが、規定打席には届かず、完全にレギュラーを獲得するまでには至らなかった。日本シリーズでは、第4戦の11回表に、 値千金となる決勝的時三塁打を放ち、第六戦の11回表、西一二塁の場面で、里崎智也が放ったセンターへの大飛球を候補するなど活躍。チームは、敗れたものの、6試合に出場し23打数球アンダゴ打点の好成績を残し、優秀選手賞を受賞した。また、大学時代からのライバルと目されている、 千葉ロッテマリーンズのルーキー清田育弘も同時に受賞した。オフに背番号を8に変更した。2011年は開幕戦に7番中堅守でスタメン出場。しかしその後は嘆き不振に陥り、その間に平田良介や野本慶の活躍もあり、5月21日に2軍降格。昇格後は主に8番中堅守で、 スタメン起用されることが多くなり、前半好調だった、野本の不審も重なりその後はスタメンに復帰。8月13日にプロ初本塁打を記録。最終的には、前年より少ない96試合の出場に終わり、またしても規定打席には届かなかったが、8番、中堅守として打率。243、3本塁打、18打点を挙げて、リーグ優勝に貢献した。 ゴールデングラブ賞も受賞した。前年高成績を残した日本シリーズではチーム唯一の盗塁をしたものの1安打に終わった。2012年は中堅守として荒木正宏と1.2番を任され初めてシーズン全試合に出場した。当初は荒木が1番で大島が2番だったが荒木の不調もあってシーズン中盤からは1番に定着した。 瞬速を生かし、入団1年目につけていた背番号と同じ32、投類を記録し、投類ように輝く。打撃面でもプロ3年目にして、初の規定打席到達。チームの規定打席到達者では、唯一の3割台を記録し、安打数も最多安打を分け合った巨人の長野久吉と、坂本隼人に次ぐ1本差である172本を記録し飛躍した。 その一方で、打点はわずか13にとどまり、この年の規定打席到達者の中で最小であったほか、2リーグ制以降の記録を見ても、歴代3位体に入る少なさだった。オフの11月6日に、サムライジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が、発表され代表入りした。名古屋市内の病院を委問した際の質問コーナーでは、 将来的なメジャー挑戦志向があることを明らかにした。12月4日に第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2013年開幕前に左肘違和感のため第3回 WBC 日本代表最終メンバーの28人には選ばれなかった。検査の結果有利軟骨によって肘が ロックされている状態であることが判明し、シーズン中もこれに悩まされた。打率、248、3本塁打、27打点と、打率は前年に比べ落とした。オフに有利軟骨の除去手術を受けた。また、吉見和樹から選手会長を受け継いだ。2014年は、開幕から、首位打者争いをするなど、好調ぶりを見せていたが、7月半ばに、 左脇腹を痛めてから不審に陥る。それでもリーグ4位の打率。318、球団体記録となる186安打、チームトップの28盗塁を記録した。オフには2年ぶりにゴールデングラブ賞も受賞した。また、契約公開では、落合博光 GM が就任してから、初の保留者となった。契約公開の席では、落合博光 GM に、 今年の守備じゃ俺だったら使えない。お前がそんなだから取ったと言われたという。2015年2月16日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表に選出されたことが発表され、国母勇気が日本代表監督に就任してから初めての選出となった。3月10日の第1戦にダイソーで途中出場している。 3月11日の第2戦に1番中堅守で先発出場し、ディエゴマー・マークウェルに牽制視された。シーズンでの最終的な打撃成績は打率、260、147安打、22盗塁など、打率、安打数、盗塁数は昨季を下回ったが、自己最高の6本塁打を放ち、11月13日の 契約公開では4年連続で規定打席に到達したことが評価され、全6 0 0万円増の9000万円でサインした。なお7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出されたことが発表された。2016年7月20日、マズダズーム、ズームスタジアム広島での広島東洋カープ戦において、 NPB 史上64人目、68度目となるサイクルアンダを達成した。シーズンでは6月下旬に9試合連続で2番で起用された時期もあったが、その後は再び1番で起用され続け、4年ぶりに全試合出場を達成。シーズン途中の8月16日に国内 FA 権を取得したことからシーズンオフの動向が注目されたが、 10月31日に FA 権を行使せず残留することを表明した。その後、11月19日に改めて契約公開に臨んで、変動年報制の3年契約でサインした。なお、残留交渉においては、森重和監督の説得も大きかったとのことであり、希望は生涯中日。ずっとドラゴンズで1年でも長くやりたいと決意を新たにしている。 2017年は5年連続で1番中堅守で開幕スタメン。このシーズンは4月19日の大阪神戦以後、ほぼ一貫して3番中堅守として起用され続けて、自身初めて3番打者メインでの出場のシーズンになった。4月30日の大阪神戦で、のうみ厚から左前安打を打って通算千本安打を達成。7月3日、 監督推薦でオールスターゲームに3年ぶり4回目の選出を果たした。しかし8月31日の対 DNA 戦で死給を受けた際に右足の飛骨を骨折、結局そのままシーズン終了になってしまった。最終的には打率313、23盗塁で自身3年ぶりの打率3割20盗塁を達成。 11月14日、3000万円アップの年俸1億8000万円で契約公開した。2018年は、首位打者、最多安打、通るよを目標に掲げて、キャンプインした。シーズンでは、前年同様、途中から3番打者に固定され、本塁打、打点は自己最高を記録した。2019年は、2番、中堅手として、開幕を迎えた。 シーズン途中からは一番を務めた。打撃不振で7番に降格したこともあったが、174安打を記録し最多安打のタイトルを獲得した。シーズン終盤の9月21日に、立山翔平、23日に、栄川勝弘、29日にランディメッセンジャーと引退試合の投手の最終対戦打者になることが続いた。全143試合に出場し、打率。 312、3本類が45打点、30盗塁だった。10月28日には FA 権を行使せずに残留することが報じられた。2020年は2年ぶりに1番中堅種として開幕を迎えた。8月18日の大東京ヤクルトスワローズ、戦では、 大下優馬から遊劇種であるアルシデス・エスコバーへの内野安打を放ち、史上127人目となる通算1500本安打を球団最速記録を塗り替える11年目で達成した。最終的にチーム2位の118試合に出場してリーグ4位となる打率。316と16盗塁を記録。また、 146ンダを記録して2年連続で最多アンダのタイトルを獲得し、オフには3年連続8回目となるゴールデングラブ賞を受賞した。2021年は2年連続で1番中堅守として開幕を迎えた。シーズン前半から好調を維持し続けて1番に固定され、また10年連続に桁盗塁も記録した。7月16日、監督推薦で、 オールスターゲームに4年ぶり5回目の選出を果たした。オールスター2戦目では8回にしに3塁で、ホームスチールを試みるも、タイミングこそはセーフだったが、鈴木誠がスイングし、2ゴロに倒れたため、成功とはならなかったがツイッターでは、ホームスチールがトレンド入りした。ボールを手元まで引きつける打撃を持ち味とし、低めの変化球を右方向に運ぶ技術にたけ、 タイミングを崩されてもヒットゾーンに運ぶ技術を誇る。走塁面では50メートル6.0秒、一塁到達3.80秒の瞬速を備え、2012年に投塁王を獲得している。しかし、通算の投塁成功率は7割を下回り、本人も8割くらいはと語っている。立浪和義や高城信博などからは、足は速いが走塁技術に問題があると、 指摘されている。外野守備では的確な打球判断と上実の瞬速を生かした広い守備範囲を誇り、遠投115メートルの強権も備えている。赤星のリヒから日本のプロ野球界でナンバーワンの外野守備と評されたこともあり非常に評価が高い。中堅定位置付近で苦手な打球方向が少なく、2010年にはザー9.7を記録。 2012年には守備イニング戦以上の中堅守で、両リーグ2位のザー17.24を記録した、三兄弟の長兄。マッテイの大島啓太も野球選手であり、共栄高等学校、愛知大学を経て、現在は東方ガス公式野球部所属の外野手。2019年には社会人野球東海地区のベストナインに選出されている。ありがとうございます。